してみましょう。まずはマイクロソフトストアへアクセスしましょう。次に Windows Live ID でサインインして購入手続きを行ってください。とにかくすぐに購入したい人はゲスト購入から Windows Live ID なしでダウンロード購入できます。購入完了後、登録したアドレスへ注文完了のメールが届きます。そのメールにプロダクトキーが記載されているので控えておきましょう。プロダクトキーはソフトウェアをインストールする際に必要になる大変重要な情報です。注文内容を入力したら Windows 7のダウンロード方法を選択しましょう。ファイルをそのままダウンロードすることもできますが、ダウンロードマネージャーを使うと大容量のファイルダウンロードを途中で停止再開することができます。次に 32bit 版か 64bit 版か選択します。自分のマシンのパフォーマンスを確認した上で選択しましょう。次にダウンロードファイルの形式を ISO 版か EXE 版のどちらかを選択します。 PC が壊れたり再インストールが必要な時のために Windows 7の起動可能メディアを作成したい場合は ISO を、ダウンロード後すぐにインストールを開始したい場合は EXE を選んでください。ここでは起動可能メディアを作成してみましょう。まず ISO をハードディスクにダウンロードします。次にプルダウンメニューの下にあるリンク先から Windows 7 USB DVD ダウンロードツールをダウンロード、セットアップし実行すれば起動可能なメディアが自動的に作成されます。はい、 Windows 7のダウンロードと起動可能メディアの作成が完了しました。簡単ですね。 Windows 7のインストールを開始するときは USB メモリまたは DVD の一番最初に表示されるフォルダの中にあるセットアップエグゼを実行するだけでインストールできます。 Windows 7を再インストールしたいときは作成した起動可能メディアを使用するか、または Microsoft Store から再ダウンロードすることができます。 Windows Live ID をお持ちの場合はマイアカウントから履歴の確認とダウンロードができます。ゲスト購入した場合でも大丈夫。購入した際、URL とパスワードがメールで送られてきますので、そちらから履歴の確認とダウンロードができます。